はい、こんばんは、おしろこです。すいません、よろしくお願いします。ちょっと音大きいかな。いや、地上戦やるのむっちゃ久しぶりや。やることいっぱいある。よし、全員出席完了。この OK マークで分かりますもんね。あ、ヒップさんがいねえか。そう、OK マークをね。いやー、地上戦むっちゃ久しぶりやね。というのは、ずっとね、宇宙の時に A で、で、まあ、交互にね、行き来してましたので、地上戦の時はいつもね S クラスなんですよ。で、 S はうちは戦わないから、ずっとねそのターンでどれぐらい ?1 年半ぐらいはね、もうそれでやってきたんじゃないかな、うちは。だからすごい久しぶりっすね、 A 戦うの。ああ、でもヒップさんあれだね、ギガ入りだから一発目温存してるかもしんない、ショットを。それで OK 出さないっていうのもありますからね。あ、出た。あ、でもな、ニューガンダムだとあれですもんね、クリティカルスキルがありますもんね、バフで。味方全員にクリティカルバフ。その辺とかも大きいっすもんね。いや、機体はね、もう、ちょっと後でね、今回の A 戦のリスト見せますけど、なんでみんなあんなに ME 機体持ってるの？A のチームでもみんなむっちゃ持ってるよ、ME 機体。まあ、むっちゃっていうのは言い過ぎだけど、そのチームの中の上位の人たちは、持ってるね。そんな入ってんの？全く皆無だけどね、俺の赤は。ME 機体だって 17LE ですらなんか偏った赤にしか出ないしね。まあ頑張りましょうか。あれ、もう戦艦出ちゃった。これまだわかんねえな、一発目じゃん。どうしよう、デバフ打つの。これ悩むんだよな。これまだちょっとねえ、多分復活してこないとは思うんだけどね。ギガ書でいいよね。とりあえずもうギガ入りは多分いらないと思いますね。まあとりあえず
クリティカルのバフを打ちますか、スキルを。まあでもね、初手はねやっぱりガッツリいかないとね。ここでもう回復しなかったら次はないと思うから、まあバフは打てるとは思うんですけどね。まだね2ターン目でバフはねむずいっすね。復活されたら困るしね。まあ無難なのはもう4ターン目ぐらいはもう完全にね、無人っていうかもう復帰はしてこないとは思うんですけどね。いや難しいっすよ。まあでもね、うちはフルパーマックスで打てる人少ないもんすからね、制圧ポイントがまだ埋まってないっすから、だからまあそんな焦らなくてもね、後半にね、ほんと2本ぐらいフルパー打てるぐらいだから、2本3本ぐらいだから別にまあどうなんでしょうね。デバフ、まあ3ターン目でいいよね。1、2ターンはねちょっと様子見で。これね、1人2人復帰されるとまためんどくさいからねデバフはね。あーもう終わったね。こうなってくるともう完全にあれっすね。はい、もう決まりっすね。まあ一応フルバ打ちますわ。これね、一応僕ねパイにこれ無人っぽい相手の時はギガエリアとねギガショとかテラショ2本つけて2枚つけてますからそうそう、よくねこのコマンド確認しておかないと、ギガショ打ちたいのにギガエリアになってたりとか、ギガエリア打ちたいのにギガショになってたりとかテラショになってたりとかしますから、ちょっとここのね判断っていうか確認作業ですね、確認作業だけはちゃんとやった方がいいっすね。ここでここで復活されたらちょっと痛いけど、まあ多分この形だともうデバフ打っていいと思いますね。いや結構ねデバフも難しいんですよ本当。
はい、デバフ決まりました。こうなってくると熱いっすよあとはもうフルパ打つのみっすよね。でここでちゃんとフルパになってて、まだ消費28だからね、大変よ。レベル200超えててもここまでで精一杯だからね。1年ちょっとやっても、だから消費20にするまでやっぱ2年ぐらいかかるよこのゲーム。だからこれがやっぱ LP 消費がフルパ20になるまでは、もううちのチームはあれっすね、本当にA 常駐で全然問題ないっすね。まあね、軌道を作れるんだったらね、今もう素の軌道で1200ぐらい作れるんだったら制圧ポイント、まあでもあれだよね、フルパの LP 消費を30以下にしないとやっぱきついとは思いますよ。やっぱフルブ打ったり復活ねしたりとか、そういうのも計算で入れていくとやっぱ2本しか打てないもんね。 S なんてもうねえ、全振りするわけにもいかないからフルパにねえ、フルブと復活、まあ、あと防御も使っていかないとあれだから、やっぱバランス的に考えるとやっぱりバランス的に埋めようと思ったら3年かかるもんね、制圧ポイントだここだよね、ここをさ、やっぱり運営はこうなんかちゃんとバランスをなんかね合わせていただけないとね、やっぱ新しい人が廃課金してまでなんか制圧を頑張るっていうのはやんないっすよね。やっぱ古参チーター廃課金者、まあこの3つがこううまくねバランスが整ってるチームが一番このゲームは強いと思いますからね。あとはフルパ打つのみっすよね。もう一回しか打てねえやときついな本当に。本当ねフルパ打てねえよ3発しか、無人相手でも3発しか打てないからね。いやしんどいっすよ。だからこのやっぱセアスポイントのスペックだと、もう A 常駐がもう今デッキはみんな強いからね。まあ本当はね毎回1億ぐらい超えなきゃいけないんですけどね、無人相手だったら。これがねやっぱ制圧ポイントの差と、まああと課金の差、はい、まあこれを分かってるからね、今の段階でなんかまあ今後もだけどね、そんな頑張って課金してどうのこうのっていうのはないっすね。
なんかでも無人相手だとすごいさ、このセア戦のこのなんかなんて言うんだろう、この待ちの時間がさ、すっごいなんか長く感じる。インターバルっていうの、もうインターバル長いよ本当。あとはフルブツしかねえもんな。あれあんまりストフリって火力出ねえなこいつ、なんでやろまあいいや。あれなんでクイーンマンサーと300万近く違うんだろう、火力が。合わせてるはずなんだけどなバグってねえか。またこのゲーム信用してないからね。なんで700万前後しか火力が出ねえんだ。しかも敵パイだぞこいつこのストフリ。両方とも俺赤パーツ入れてないと思うしね。まあやっぱ命中とねえ HP はうちのチームは必須だからね。起動がないから、起動がないチームは本当にね、 HP と命中と、まああと回避、まあ、回避は本当読めないから何とも言えないんですけどね。まあこの3つはねやっぱ、うん、平均的にね上げていかないと、うん、遊べないですからね打つ前に全滅しますもんだから今日の相手でもそうでしょ。もう打つ前にね、先手で打たれちゃったらもう何にもせずに終わっちゃいますからね。本当あれですよ、遠隔しかダメージが与えれない状態でも、そういうシステムにしてるのはこのバンダムの仕様っすからね。だからあの無料で遊べるってむっちゃ広告してるけど無料で参加したら課金者のなんかストレス解消のなんか矛先になってしまうというね。あれっすよね、完全に餌ですよね。あー、もうちょっとだったね。まあまあいいでしょう。はい、まだねレベル2桁の人も今日はいますので、はい、あともう完全無課金さんばかりですので、ね、うん、まあでもほとんど課金してない人たちの集まりとかね、制圧ポイントもない人の集まりでこのポイントを取れれば全然いいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、お疲れ様でした。あ、そうだ、あとちょっとね相手のあれだけ見ますか。いや結構ね、ちょっとあれ消しますか、画像とか。これはいいか、うん、邪魔か。いやーさあ結構あれ、ここのチームあれか、あれこの強打者っていう人さ、この人ってハテナハテナにいた人だよね。
なんかその辺にいた人だよね。いやいやいや、デッキやべえし。え、デッキやべえじゃん、この人。この人、あれでしょ、モサチームにいた人でしょ。いや、250万超えとるし。えぐいな。しかも M 行きたいばっかだし。いや、もう A もね、結構、なんかこういう、まあ、まあでもね、もうあれだよね。もう、アホらしいって言ってやめちゃってる。やめちゃってるっていうか、もうのんびりやってる人は多いっすね。あ、もう、ここは強いっすよ。アーガマさんは。ここはね、いや、みんな、どうやって拾ってんの ?M 行きたい。で、ねえ、すごいね。俺、家族赤とか福赤とかあっても、一旦も拾ったことないよ。なんでこんなみんな拾えるの?まあ、俺、運営批判激しいから、ねえ、なんか、うん、出ないように、なんか、プログラミングされてんのかな。いや、すごいね。ここ強いよ。あれ、ベルファーさんいるじゃん。ベルファーさんね、確かどっかのチームで一緒にやってましたよ。この人もよく見ますよね。この人もよく見ますね。なんか、あれだね。ちょいちょい、なんか昔、一緒にやってた人たちとか、なんかもう、あれだね、A でのんびりやってるような人たちが多いっすね。まあ、だからね、ソロチームが増えたっていうのはある。正直。いや、すごいよ。だって、なんでみんなこんな持ってるの ?ME 機体。いや、すごいよ。え?すごいじゃん。え?なんか持ってる人たちばっかじゃん。うち、本当にいないよ。やべえな。これ、忖度か?うちはマイナス忖度か。え?ちょっと待って、8人のチームでなんで、この10位の位置なの?となると、ここの、これ以上下はどうなってんの?あんま関係ねえか。あれ違うわ。もうさ、2ページ目でやったんだから、2ページ目で止まっといてよ。まあさすがに、2ページ目のチームで ME 持ってる人は少ないっすか。あーでもこれ ME じゃない?あ、違うわ。もうジャスティスもなんかさ、いろんな柄がありすぎてさ、わけわからん。でも、あ、これ今見たな。まあさすがに2ページ目のチームは少ないか。でもメンバー多いっすよね。いやでもまだこれ一周終わってみないと、あの、本当の順位わかんないですからね。これ一応ランダムで出てる順位だから。まあでもそれでもあの、デッキね、偽デッキのあれで、あの、これ、ね、並び順決まってるんですけど、偽デッキの表金、表金じゃねえ、平均の戦闘力で。このチームでもここに落ちてくるの?いや、ここも全然 S 常駐でいけるっしょ。ねえ、軌道も確か結構高いっすよ。ねえ、1100とかあるし。まあでも、1100じゃもう今ダメなんだろうね、軌道。1200ぐらいないとね。大体もうさ、200万超えててももうあれっすもんね。なんか、
ねえ、もう繊維ぐらいまでになっちゃいますから、うーんって感じっすよね。はい、じゃあ今回の、まあ、A リーグはこんな感じです。もうどんどんねインフレ激しいもんすから、あのもうA 常駐でいいっす。お疲れ様でした。